ちゃんと顔を合わせて、ちゃんと話をしなきゃダメ。魔法と一緒、思い込みが肝心。ジーグさん、もっと腰入れて磨きなさいよ。細分考えてるんすごっ。ど、何すんですか。ちんたらやってたら終わらないっての。月城さん、ひとみちゃん、よかった、来てくれて。プール掃除ですか。罰当番。使用許可はもらってたけど、水に入るなって言われてたんだ。こら、ちぐさ。ごめんなさい。違う、これは頼んだ私たちの責任。あなたが謝る必要なんてないのよ。そうそう、悪かったのは俺たちだから。気にしないで、ひとみちゃん。そんな、私こそ。プール掃除、私もやります。